新沼晋治は宮城県石巻市出身の元プロ野球選手、野球指導者。現役時代を通じて、右とう右打ちだったが、一時は練習でスイッチヒッターに挑戦していた。仙台育英学園高等学校では2年3年時に連続で全国高等学校野球選手権大会出場。1997年のドラフト会議で横浜ベスターズ、日本ハムファイターズ、 ヤクルトスワローズの3球団に2指名され、横浜に入団。くじ引きの時、横浜、近藤博監督が当たりくじを引き当て交渉権を獲得のはずだったが、ヤクルトからくじ引きの順番が違うと抗議が出る。事務局は協議し、不手際を認め、3球団もそれを了承した結果、交渉権はそのまま横浜が獲得した。入団後は、当時正捕手だった谷重元信。 控えにも、秋元博志桜がいたために軍生活が続いたが、2003年10月7日の中日ドラゴンズ戦でプロ初出場。2006年8月3日、プロ入り9年目にして、中日の川上健心から初安打、初本塁打を打つ。2007年8月23日、広島東洋カープの宮崎光塔から本塁打を打ち、プロ2本目の安打も本塁打で飾る。 2軍では71試合に出場し打率307を記録打撃で成長を見せた。現役時代2008年は第2捕手であった鶴岡一世の遺跡もあり14試合に出場したがチーム方針で若手捕手の起用も多く1軍定着はならなかった。2軍では打率394を記録するなど打力をつけてきた。シーズン終了後に 肘の有利軟骨を取り除く手術を行った。2009年もシーズン当初は2軍生活が続いたが、大谷明彦監督の休養に伴い田代富雄が、監督代行となると、ようやく1軍に昇格、西山田岳氏との併用で、スタメン起用されることが多くなった。しかし7月18日の対中日戦で、トニーブランコとのクロスプレーで首を負傷し登録抹消。 9月から一軍に復帰するが、途中出場での起用が大半だった。この年は、前年を上回る、自己最多の34試合に出場した。2010年は、FA 遺跡の橋本進や事実上の正捕手となった、竹山慎吾に出遅れ、出場試合が減少。しかし夏場に一軍昇格を果たすと、出番こそ少ないながらも結果を出し、8月27日の、 対中日戦では自身プロ初のサヨナラアンダとヒーローインタビューも経験。竹山との併用のほか大打要員としても存在感を見せ、以降は降格されることなく一軍のままシーズンを終えた。2011年シーズンは選手会長に就任。3月11日の東日本大震災では自身の地元である石巻市が被災。幸いにも家族は無事だった。 開幕直後は竹山がレギュラーだったこともあり、代打での出場が多かったが、シーズン中盤はスタメンに起用される機会が多くなり、7月17日の阪神戦では、自身初となる3安打4打点の猛打賞を記録する活躍を見せた。その後若手が多く起用されることになったため8月15日に登録抹消されてからは一軍に昇格することは、 なかったが自己最多の45試合に出場して存在感を見せた。2012年も引き続き選手会長を務め、横浜 DNA ベイスターズの初代選手会長となったが、FA による鶴岡一世の復帰、黒羽力や高木俊人の台頭もあり3試合のみの出場に止まり、同年9月21日に戦力外であることが報じられ、9月25日に 引退発表した新井沼は、たくさんの方々の支えのおかげで、大好きな野球を、ここまでできました。選手会長としての仕事は全くと言っていいほど、こなせず、チームに迷惑をかけてしまいました。でも、いつも近くには、素晴らしい先輩方、そして後輩がいてくれたおかげで、ここまで来れたかなと思います。チームがどうすれば、強くなるか。 村田の次のキャプテンを誰にするかなどを皆で悩んで話し合った時間が自分にとってすごく大事なものとして心に残っていますとコメントした。10月8日の広島戦が引退試合となり8番保守で先発出場。小杉洋太とバッテリーを組み1回表にこの日が同じく現役最後の試合となった元横浜の石井拓郎、安倍智弘、 マルカ校の3人を抑えた。1番、保守を打診されたが誇示し、打席に立つことがないまま2回に、高木俊人に交代し、15年間の現役に、ピリオドを打った。2013年は2軍育成権バッテリーコーチ。2014年から2015年までの2年間は、1軍バッテリーコーチを務めた。2016年から2017年までの2年間は、 DNA 球団のフロントに転じた。2018年から2軍バッテリーコーチとして3年ぶりに現場復帰。2021年からは1軍バッテリーコーチに配置転換。野球に取り組む姿勢や細かい気配りができる性格から人望が厚い。ありがとうございます。